食べてないで。幻屋でマーラシーヌです。はい。今日の企画は、あなたに彼女ができない理由。これを企画にするのはとってもとっても気まずいんですけど、はい、まあ、今回は女の子の人に、はい、彼氏にしたくない人ってどんな人ですか、どんな特徴がありますかっていうのをインスタの方で募集したので、はい、それを紹介していこうかなと思います。はい、だからこういう要素がない方が彼氏にしたいと思うし付き合いたいと思うみたいな感じかな、うん、自分の意見がなくていつもモジモジしている、何するとかどこ行くってなった時に、うんうん、みたいな感じかな。二人で遊ぶ人にはおらへんけど、うん、大人数で遊んだ時に一人おるかなぐらいの、そうやね、二人でそういう人と遊ぼうってなって遊んだことはないかも、うん、大人数の中でおって埋もれて結局二人で遊ぶっていう機会はないじゃないですか。そうね、しっかり話せる人の方がかっこいいっていうか、あ、いいなって思うかな、うん、かな。でもそれは女子でもそうかも。さつがさ焼肉食べたいって言ってさ、うん、その男の子がさ、いや俺は寿司みたいななってもさ、うん、それだけ言ってくれたらさ、じゃんけんで決めようとかもうできるから、うんうん、言ってくれへんよりは絶対言ってくれる人の方がいいなって思う。 LINE の連絡頻度遅い人は心配になるので嫌です。お付き合いした後のことを考えてってことやね。あと遊んでそう、シンプル。うちは追われる恋がしたいし、うんうんうん、追われたいから自分のこと好きって感じの人が好きやから、うん、そう心配させてくれる人は嫌や。付き合う前が連絡少なかったら、うん、付き合った後もっと少ないやろなとは思っちゃうかも、うんうん、なんか男の人って結構さ、ね、その付き合う前頑張って、うん、付き合ってからはそんなにみたいな声ってよく聞くやん、うんうんうん、それが付き合う前も低いんやったら付き合ったらもっと低いんやろなみたいな感じが結構 LINE とかはさ、うんうん、まあ、毎日私はしたい人やからさ、うんうん、もうちょっと返してほしいなとはなるかもしれない、うんうん、うちらも言ってるけどさ、なんか駆け引きした方がいいって言うやん、うん、最初結構な頻度で送って、うん、でなんか相手からの声感じんかったら一回引くみたいな、うんうんうん、言うやん。でそっからずっと引いてる人とか、それをなんかオンオフがさ激しすぎるとさ、なんかサイコパスっぽく感じるな、なんか遊ばれてるように感じる、ね、うん、頻度の差がすごすぎると付き合おうとは思わへんよな。なんかすごいなんか遊ばれてる感がある。結婚まで考えてくれない男、どちらかというと次の人と結婚したいとか、うんうん、前の彼女と付き合ってる時も結婚したいって言ってた男の人ってさ、うんうん、バリ好人じゃない。そうやな、そういう人とか結構重い感じで、うん、なんか一回の付き合いのを捉えてくれる人がいい、うんうん、なんか束縛の思いとかじゃなくて、うん、ちゃんと将来を見据えてお付き合い俺はしたいねみたいな人だよな。誰かとご飯行った時に、うん、その元カノと別れた理由みたいな感じで、うん、結婚考えてなかったみたいな男の子が言っとって、うんうん、でもそういう多分発言を男の子がすると、うん、あ、無理やなって思う女の子が多いと思う、うんうん、誰にでも優しい男、あー来てました。これは結構一番多いんじゃないかね。やっぱ特別感欲しいし、ちょっと別枠なんやっていう思いが欲しいから、うんうん、誰に対しても同じ優しさやと、うん、とはなっちゃうね。自分のこと好きって言ってくれてても、うん、でもそれ行動で示してなくないって思っちゃうかも、うんうんうん、で結局なんか言ってることとやってることが違うっていう、うんうん、言われるな。あの女子が一番嫌うタイプの男子になっちゃうんだな。前言った結婚とかもいろいろ考えるけど、うんうん、最終うちはこれが一番考えるかもしれない。なんか付き合う前にな、自分が特別かってこと。そう優しいのはいいけど、これからも不安になるし、それを悪いやってもなくてもされるの嫌やと思う。うん、自分を嫉妬させたいとか思ってやってたとしてもってことやな。そう幽霊話す人、人を見下してる感出す人。ビルで話す人はそこまでめっちゃ出会ったことはないんだけど、人を見下してる感ある人ってなんか結構合うなって思ってさ、ちょっと難しい言葉使いがちな人って人を見下してるように感じるうち結構、なんか無意識に見下してるようなこと言わなくても、なんかそういう難しい言葉いっぱい使ってる人ってなんかちょっと見下されてるように感じるんだよね。なんかの難しい言葉って何なん、何やろ、なんか、でもさ、ビジネス用語とかもそうやし、あ、難しい系の、わかるけど、いや、そういう言葉別に使わなくてよくない、うん、みたいな言葉使う人。出会ったことないかも。ほんまに、何やろ。年上の人が、俺年上やからって話す感じ。なるほどね。うまく生きてるから、みたいな、うんうん、その、まあ、わかんねんけど言いたいことも。けど、なんかその、経験値俺の方が高いから、うんうん、私より、この世界のことわかってますよ、感は好きじゃない。でもそれはだってさ、そのさつの例えば今の悩み事がさ、うんうん、自分が経験してきた人生なわけじゃないのに、なんか俺の方が長く生きてるからわかるよ、うんうんうん、みたいなのは、
ちょっとそういうことではないね、うん、でもみたいな、それ言われたら何も言えへんもん、うん、女子って結構さ恋愛とかも感情面の話やん、うん、でなんかまあ論理的に言ったらこっちやねんやろうなって分かってながら、でも感情面はこっちやねんみたいな感じで話やん、うんうんうん、普通に考えたらこっちやないみたいな感じで、うん、ズバズバ論理的に言ってなんか、うんうん、一歩引いてますよこっちとらみたいな姿勢でおる男の人って結構多い気がするの、ね、俺俯瞰してますよみたいな感じでさポーって言われてもさ、うん、分かってますって何分かってますって、それを感情と天秤かけてどっち選びますかっていうことを聞いてるんですっていう、うん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 、そうね、難しいよね、これが一番男子のと女子のの違いですね、うん、一番喧嘩が起こる原因っていうか、うんうん、言葉遣い悪い、連絡できない、うん、相手の気持ち考えられない、私との時間を作ってくれない、うん、私との時間を作ってくれないとかは確かにって思うかも、言葉遣い悪い人は付き合いまでは無理かも、お友達やったら全然なんかノリよくておもろい人とかおるかもしれんけど、うんうん、似ちゃう、言葉遣いは見えへんけど、結構さ、なんか、あ、言葉遣い悪いなとかさ、まあ好きやったらいいやと思ってても、人を巻き込んだ、まあ相手の気持ちを考えられないっていうところを見た瞬間に、うちは、あ、やめようって思うよな。あー。なんか道徳心を欠けてたら、うち死ぬやめようって思っちゃうよな。これが良ければ、初見つけやるし、最終これやねんっていうところ、うん、基本的な礼儀がない。あもう、もう女子は一旦見てる、絶対に。礼儀があったら、え、この人ありかもって言って興味湧いたりするんだけど、この人礼儀いいし、ちょっとどんな人か見てみようっていう時もある。うん、礼儀が悪かった瞬間に、あ、見とけってなる。これはさっちゃんでもさ、うん、礼儀なかった瞬間に、うん、あ、無理。うん、これです、一番。全然冷めれへん子みたいなさ。これはさっちゃんでも可能じゃんみたいな。礼儀はでもさっちゃんでも見ると思う。礼儀ある人好きになれへんの。気に入られるようにって言ったらおかしいねんけど、うん、うちらってさ、ヤハスをしてるわけや、友達とか遊びに来るやん、うん、たまにちょっとなんか手土産というか、まあ一回目だけで全然いいんだけど、うん、なんか手土産持ってきてるくれる人はやっぱすごいなって思うし、コンビニでなんかアイス買ってくるとかでも全然いいんだけど、うんうんうん、女子ってそういうのマメにするやん、そうやな、やからこそ自分たちするけど相手知らんのかっていうのを見ちゃうめっちゃ、うんうんうん、だから実家とかやったらもう絶対にする、実家はね、実家はそれはそう、単純に不潔、うん、あ、え、でもこれが一番来てた、賞味な、不潔ってパッと見で分かっちゃうから余計じゃない、うん、なんか今までのことって結構さ、まあ、過ごしていく中でとかさ、うん、仲良くなってから分かることとかやったりするから、うんうん、その事実たちを分かる前に好きみたいな、もうバーンってなっちゃってたらもうしょうがないことやん、うんうん、そこは彼氏になれたりとかもする人も多いんだけど、うんうんうん、不潔ってパッて1回目で目で見て無理ってなるから、そこはもう初めのなんかラインかも、結構匂い気になんねんな、なんかさ、たまに大衆酸味の匂いする人おるから、酸味ちょっと鼻チューンってしたらさ、うんうんうん、夏やから余計ちゃ今はそうだと思うけど、めっちゃ気になんねんな、え、もう好きまで言ってたら酸味あるなって思いながら接しちゃう、でもなんかまあ好きやからいいやって思うけど毎回思うかも、会うたびに、そうやね、うん、毎回思っちゃいながら会うから、え、そう、それがもったいないよな、ちょっともやが残りながら会うみたいな感じになっちゃうかも、心に、え、けどその人が香水をつけたよな、香水ちょっとオブラートになりましたけど、やっぱ酸味には勝たへんかった、あ、そうなんや、だからやっぱりなんか結構体臭ってあれなの、難しいなのなって思うけどな、体臭って遺伝なんかな、あれ遺伝なんかな、自分じゃ自分の匂いに気づかんよな、うん、それはほんまにもう周りが言ってあげるとかしかない気がする、うんうんうん、男同士でな、言った方がいいよな、男同士の方が言いやすいやろ、女の子から言われるの嫌やろ、嫌やな、めっちゃ傷つくわ、めっちゃ嫌やもん、めっちゃ傷つく、え、今日口臭いとか多分しない、今な口めっちゃ乾燥してるからな、口ちょっと臭いに気づくよ、女絡み多い、飲み会多い、うちはその時点で好きにならんとこって思うかも、うん、うちは結構イコールやねんけど、うん、なんかただただサークル入ってバイトしてる人やと、うん、人として魅力的やったら別にいいねんけど、頑張ってるものがない人を見ちゃうと、うん、好きになれへんって思っちゃう、なんか尊敬したいねんな、うち付き合うのに一個、うん、一個なんか尊敬できる要素を見たいけど、ただただ飲んでる人とか、うん、なんかただずっと遊んでる人とかバイトしてる人なったら、うんって思っちゃう、私が結構年上派っていうのもあるんですけど、うんうん、だから大学生とかを好きになったことがないのに、男女の飲み会とか全然あっても、さつは自分も男女の飲み会とかあるから全然まあいいよ行ってって思うタイプやけど、サークルの飲みと仲いい男女の飲みって違う気がしてて、元で昔から仲いいとか、まあ高校のメンツとかはその仲の良さの上での飲み会やん、やけどサークルってさ、言うたら知らん人とかもいっぱいさ入ってくるわけでさ、初
とき女がいっぱいおるとこってのは、うん、によく行く人は、うん、とはなっちゃうと思う、うんうんうん、イケメンすぎる小顔すぐ暴力振るう人の気持ちを考えれない何でもいいよという人、まあ、箇条書きできてるんですけど、うん、人の気持ち考えれないと何でもいいみたいなその優柔不断みたいなことはもうさっき話したんで、うんまあ、イケメンすぎると、まあ、暴力振るう、まあ、暴力振るうはねまあ普通にやね暴力振るうって付き合う前にどう見抜けるかってなったら難しいよな。うん、難しい。それはじゃあ見抜けへんと思ってる。ディベートとかさ、する人ってさ、うん、付き合う前とかめっちゃ優しそうな気がすんねよな。確かに。それは見れへんけど。どうしてもめっちゃ限定方式になってしまう。決めてもこうなんよ、最初。そう、最初にボーンって行って、100まではいかんねん。おーみたいな。100まではいかんねん。80、70、80ぐらいで告白されたらさ、うん、もう切るか付き合うかやったらもう付き合うになっちゃうわけよ。うんうんうんってなった時にそれ以降上がらへんねんそれ以降上がらなくてこうなっちゃうから私はもうイケメンは恋愛はちょっととか言って結婚相手めっちゃイケメンやったら笑うな過去に浮気1回でもしたことある人あ浮気してる男子いやでもこれが意外と少ないんじゃないかって思うけど浮気までいかんくても前女子と別れた原因とかなんかそういうのを見てる女子はだからなんかそう女子に相談するのは全然いいことやけど変に悪い点を言いすぎたら自分のなその女の子に相談の仕方をミスるとその人からのもう恋愛対象外になっちゃう、ね、そうねでもななんかこういうさ話をするとさ、うん、結構仲いい7個上の男の人がいるんですけど、うん、男で浮気せんやつはおらんって言うねんなあ気になるほんまにおらんのかないや分からんこの人が言うには今してないだけってああ。だから、浮気経験が全員あるとかじゃなくて、今してないだけで、一生の中で一回もせん男はおらんみたいな。あ、なるほどね。え、でもさ、そんなんさ、女子もさ、ほとんど同じだと思うよ。ああ、まあね。え、だってさ、須田まさきみたいな人からさ、うん、なんか、バーンって壁出されてさ、うん、好きって言われて、チュッてされようから、ダチュッてなっちゃうくない確かにね。最後に、アンミカ先生。いつどこでも恋愛モードで、いつどこでも恋愛モードで、いつどこでも恋愛モードで。お前よ。いやよ、そういうことじゃなくて、うん、恋愛対象に見てないなって思ってる女の子に、うん、クズエピとかをいっぱい話しちゃうと、その子が繋がってる可能性は全然あるので、うん、そんなに自分に不利なことはあんまり話さない方がいいんじゃないかなってのは、はい、秘密主義で言いましょう。はい。今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。